皆さん、新しいスペシャルウェポン覚えてますか？任天堂のダイレクトで、まあ、新しいスペシャルが出るよって言われてたんですけども、名前がついに判明しました。新しいスペシャルウェポン、ナイス玉っていうらしいです。ナイス玉だって。で、画像を見てみるとわかるんだけど、もうこれもう、あれじゃん、鳥山明先生の、とある漫画の主人公が、ね、使う技。もう元気玉じゃん。パッと見、元気玉だし。しかもさ、かっこいいんだよ、これ。かっこいいの。このスペシャルの名前、ナイス玉っていうくらいだから、まあ、味方からナイスもらうのね。そしたら、まあ、この武器使うときに、時間かかるみたいなんですよ。生成するのに、時間かかるみたいなの。まあ、それこそ元気玉みたいなもんなんだけど、まあ、元気玉はもらえばもらうだけ大きくなるんだけど、このナイス玉は、ナイスをすればするだけ、ナイスを味方からもらえばもらうだけ、早く使えるみたいです。多分最初の状態では結構遅いんだと思うんだ。ナイスもらうと、早く使えるみたい。てか新しいですよね。ナイスとかカモンを使うスペシャル。今まではさ、ZR ボタンでやってきた、まあ、スペシャルなんですけども、まあ、今回から、このナイス玉ね。なんかちょっと違うかも。これスプラトゥーン3だろ。なんか今までとちょっと違うの面白い。いや、ワクワクするわ。あ、ちなみに、ナイスを送った味方は、スペシャルゲージが増えるみたいです。少しだけ。少しだけって言ってる。この、任天堂の公式さんが。まあ、こればかりは、実際にアップデートで見なきゃわかんないと思うんだけど、まあ、絵を見ると、うん、画像を見ると、この、溜めてる時だったり、飛ばしてるのであったり、ちょっとかっこいいな。無敵なのかね、アーマーみたいのついてるから、まあ、スーパー着地みたいな感じかな。一応倒せる。じゃあ倒せるのかな。元気玉も、あ、違う。ナイス玉持ってる時、一応倒せるっちゃ倒せんのがね、楽しみですね。やべえ。本当に楽しみだ。これを使った戦い方、そしてまあ遊びと考えていけたらいいなって思います。はい、ということでナイス玉でした。まあこれ以外でもピコピコハンマーみたいな新しいスペシャルがね出るみたいなんですけど、まだその情報も分かり次第お伝えしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。オラにナイスを分けてくれー。